皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。テクノスジャパンより1992年6月26日に、ファミコン用ソフトとして発売されたスポーツアクションゲーム。おなじみのクニオくんが暴れ回る。ハードル400メートル走、では隣を、走るランナーをこけさせたり、水泳バトルロイヤル、では、隣のレーンに飛び移り、泳いでいる対戦相手に、乗っかったりと、5つのはちゃめちゃな競技に、挑戦して、新記録を出すのが目的となる。また、最大4人まで競技に、参加可能となっている。ストーリー。前作で、国を、に恥を、かかせるために大運動会を開いた、東堂、だったが、国を、立ちのあり余るパワーを、計算に入れていなかったために、参加高校、熱地高校、国を、姿、森本、七瀬、一条、主人公国をが所属する高校。メンバーは前作から、高峰、が、抜けた。前作同様にこのチームで、ノーマルモードの一人プレイを、クリアした場合のみ、エンディングを見ることができる。やはり、国を、が全ての能力において、ダントツのためにワンマンになりがち。他の選手は総じて能力が、低めだが、前作で素早いだけだった、一条、の、力が上がっている東長生が、入り、競技が1対1やスコアアタック形式になったことでそこまで、不利ではなくなった。逆に、前作では裏技で武器な芸力が、上がり無双できた、森本、が少し打たれしいだけの、キャラになってしまい没個性化した。花園高校、力、早乙女、吉野、清水、鷲尾、国尾のライバル力が率いる高校。メンバーは前作から、前田、が、抜けた。前作同様に、吉野、を、除いて素早さが低めだが、体力や力が高い。しかし、キャプテンの、力、を除いて、防御力が低いのがやや辛いところ。全体的に低能力で、最弱チーム候補だが、GB 版ではパラメーターが、上昇しているキャラが、多く、特に、鷲尾、のパワーアップ振りが、すごい。レイミネ学園、龍一、龍二、望月、早坂、小林、ダブルドラゴン兄弟が率いる学園。メンバーは前作から、おとなし、が、抜けた。前作では猛威を振るったチームだが、今作では競技の使用上、必殺技が変更されたりパラメーターが、調整されたため、十分に高水準ではあるが、デタラメに強いというわけではなくなった。守備力が高いメンバーがいないのが、短所で、龍一、は他のキャプテンと、比べると打たれ弱く、若干見劣りする。早坂、が前作よりも、素早さが大きく強化されており、チーム内で極端に足の、遅いキャラがいなくなったことで、どのメンバーでもそつなく走れるように。各校連合、ゴーダ、五代、熊田、西村、早見、名前通り複数の高校の、代表が集まりチームを、組んでいる。メンバーは前作から、沢口、が、抜けた。打たれ強い、ゴーダ、と力が、強い、五代、のツートップは健在。しかし、西村、や、早見、といった尖った特徴を、持つメンバーも相変わらず。柔道が競技に加わったため、能力こそかなり低いが、強力な技を、たくさん持つ、熊田、が非常に、ピンポイントで強力な存在となる。オクラホマ、ジョニー、ラファエル、スティーブ、アレックス、ジミー、今作のライバル枠。FC 版では CPU 専用の、チーム。スピードに優れるアレックス、素早さ以外すべて最強の、ラファエルなど、メンバー全員がトップクラスの、能力を持つ。その他、対戦型の競技で決勝戦まで、シードされている、最後の個人賞で必ずチームの、誰かが、富士道グループ特別賞、を、もらうといった徹底した贔屓が、施されているため、非常に手強い。GB 版では競技の前に、トーナメント表が表示されるのだが、プレイヤーがオクラホマを使う場合は選択画面で、カーソルを合わせていたチームが、シードになる。ジミー、ハダブルドラゴン兄弟と、同じ顔、肌の色違い、であり、同社の、そう、ユー、の、主人公のジミー、リーを、彷彿とさせるキャラだが、関連性は不明。
ちなみに GB 版では髪の、艶で見分けがつく。アレックス、も、サオトメ、に、サングラスをかけさせた顔であるがこちらも、関係は不明。ゲームモードと大まかな流れ。本作には、ノーマルモード、ショートモード、練習モード、が、存在する。ノーマルモード、すべての、競技を順にこなしていく、メインモード。ショートモード、3つの、競技を選んでこなすショートモード。競技の順番は変更可能。練習モード、1つの、競技を CPU を相手にひたすら練習するモード。このモードのみソロプレイ専用で、買い物はできない。ノーマルモード、ショートモード、では各競技の、前に街で買い物を、することが可能。ステータスを強化するアイテムや、相手を妨害するためのアイテム、自身のアクションを強化するアイテムなどを、メダルを払って買うことができる。当然、メダルを払うので順位が、落ちてしまうが、メダルは競技中に拾ったり、競技の順位が高いほど、多くのメダルがもらえるので、回収を見越してメダルを、支払うのも重要である。特に、金メダルを大量に支払うアイテムは、ピラニア、や、オート連射、等、これを買えば1くらい当確とも言えるぐらいに、強力となる。逆にこれらのアイテムを買った上で、負けると、ライバルに大きく差を、つけられてしまう。ハイリスク、ハイリターン。中には、危ない薬、斧に、HP、を犠牲にして、パラメーターを上げるなんてケースも、もちろんドーピング上等。ランダムで全チームの誰かの、体力を1桁に落とすといった、毒薬、というアイテムもあり、順位の低いプレイヤーが、道連れを期待して買うこともある。ちなみに、誰か1人、が、対象のため、自チームの選手が食らうこともあり得る。前作では出場しなかった選手は HP が回復していたが、本作では出場した選手が競技を終えるたびに HP が一定量回復する。そのため、HP 霊による失格でも3位決定戦で敗北確定とならず、またできるだけダメージを受けずに勝つことで連投が可能となる。それ以外では回復アイテムを競技中に拾うか、薬屋で買う必要があるが、拾える競技はビル越え棒幅跳びのみ、値段も非常に高いため、消耗したキャラの回復が難しくなった。競技はそれぞれのチームの成績を競うものか、一対一の勝ち抜き戦で行われる。そのため、最大4人でプレイ可能だが、マルチタップは使わずに2つのコントローラーを回して使う。いずれの競技も、競技中に、HP がなくなるとその時点で、失格。400、メーター、ハードル、水泳バトルロイヤル、はちゃめちゃ柔道、はその時点で、競技終了してトーナメント敗退だが、ハンマー投げゴルフ、ビル越え棒幅跳び、はその時点での、記録が最終結果となるため、状況次第では再開を、免れることもある。各競技が終了すると、順位に応じてメダルを獲得できる。メダルは金、銀、銅の3種類で、銀と銅は10枚ごとに、1つ上のメダル1枚に、変換される。このメダルの枚数で総合順位が、決まるほか、前述の買い物にも使用する。また競技ごとに特別賞が、設定されており、自チームの選手が選ばれると、ボーナスでメダルを獲得できる。すべての競技が終了すると、個人賞の受賞が行われた後、最終的に最も金メダルを集めたチームが優勝となる。個人賞には、関東賞、最優秀選手賞、びっくり新記録賞、の、他、金メダルがマイナスされる、舐めてるやつで、賞、もある。各競技とルール。400メーター、ハードル。一対一のトーナメント制で、相手選手より先にゴールすると、勝利。一見すると400、メーター、ハードル競争だが、普通にハードルを飛び越える、のはめったになく、ハードルをタックルで破壊して、破片を拾って相手に投げつける、ジャンプして、旋風脚、で相手を、吹き飛ばす、ハードルの破片を、持ち、棒術スペシャル、を、繰り出すなど徹底して相手を、妨害し、戦闘をキープするのがメインとなる。冒頭の競技紹介でも、ハードルを破壊しながら進むワイルドな競技、と、紹介されている。
ハードルは飛び越える、破壊する他にスライディングで、下をくぐることが可能。ただし低いハードルにスライディングすると、引っかかってしまいタイムロスとなる。スライディングは姿勢が低くなり、旋風脚を回避できるが、スピードが減速してしまう。最重要能力は、素早さ、である。全キャラクターの最高速度は同じだが、数値が高いほど最高速度に届くまでの連打が少なくて、済む。しかし、力、守備力、も、攻撃力、防御力に直結してくるため、総合的に高いキャラを出すのがベスト。特に、守備力が低いと、旋風脚や棒術スペシャル連打で見る見るうちに、削られて失格に追いやられる。ハードルを破壊すると時折破片の代わりに金メダルが出ることがある。妨害を受けてフレームアウトすると、HP を消費しつつ、スクリューで転がりながら戻ってくるため、基本的に接戦となり、ゴール際の攻防で勝敗が決まると言ってよい。妨害アイテムは、オイル、と、巻き菱、相手のレーンに突如現れ、踏んでしまうと足を、救われる。前者はスピードが一気に、落ちてしまい、踏むとまずフレームアウトしてしまう。後者はスピードが落ちたりすることはないが、連続でダメージを受けてしまうため、HP 消費で失格となる可能性が、高まる。踏まなければ効果はないが、高速で走っている中でいきなり現れるので、反応できなかったり、旋風脚の着地直後など、回避できないことも少なくない。ただし、妨害アイテムを買っていても、出るかどうかは確率抽選で、決まっており、せっかく買ったのに、一個も出てこなかった、ということも、理論上はあり得る。補助アイテムはジャンプ時に、自動で旋風脚が出る、オート旋風、一定回数タックルが全身無敵の、前転になる、スクリュー、の、二つ。ハンマー投げゴルフ。820ヤードのゴルフコースを、ハンマー投げの要領でハンマーを、ぶん投げてカップインさせるというオリジナルの、競技。基本ルールはほぼゴルフと同様で、1チームずつカップインまでに最も投数が、少ないチームが優勝。プレイ画面はトップビューではなく、サイドビューとなっており、ゴルフといっても前に飛ばすだけの、ゲーム性とかなり簡略化されている。バンカーやラフ及びペナルティエリア、は、存在するが、ゲーム性の関係で OB は発生しない。またカップインできるほど近い場合はパワーを、調整して飛ばしすぎを防止する必要は、なく自動的にカップインする。いわゆるパッキングも存在しない。最重要能力は実は、素早さが低いとパワーの上がりが、悪いため、80以上、それ以上は、あっても意味なし、の選手を出すのが、ベスト。なお、FC 版では、力、は、距離に全く影響しない。競技中に HP が、減ることが少ないため、直前の競技で消耗したキャラでも、出していける。連打で、パワー、をダメつつ、十字ボタンで投げる高さや、勢いを調節する。投げた後もある程度はハンマーの、操作が可能。空中に浮かんでいるメダルを、取ったり、バンカー、や、イケポチャ、を、避けることができる。一定時間以上連打したりバンカーなど、足場の悪いところではパワーが、足りないと、目を回したり選手ごと飛んで、行ったりしてしまう。競技のほぼ全てが連打によるものとなるため、全競技の中でも最も、アクション性が低い。CPU は鬼のように、連打するため、連打が苦手な人はアイテムの、補助を最大限使う必要がある。アイテムは一定回数飛距離が、大きく伸びる、ロケットハンマー、ラフやバンカーで投擲を失敗しなくなる、スパイクシューズ、着地後のハンマーが跳ねずに、転がることで飛距離が伸びる、コロコロハンマー、素早さに関係なく少ない連打で、フルパワーになる、切り揉み、水泳バトルロイヤル。バトルロイヤルと銘打ってあるが、一対一の対戦となる。プールに飛び込んで先にゴールした方の、勝ち、ではなく、とにかく相手を殴る蹴るして、体力を奪ったり、息継ぎを妨害して最終的に、相手が溺れて力尽きるまで、戦うというとんでも競技。ハードル走と同じく、総合的な能力が求められる。この競技に限っては、HP、の、他に、
空気、というパラメーターがある。HP、歯打撃で直接減らすほか、空気、がなくなる友が苦しみ徐々に、減っていく。空気、歯水上に出ることで、息継ぎして急速に回復するが、もがき苦しんだ状態のまま息継ぎができないとしばらく、気絶してその間に HP も、減ってしまう。空気を減らすには泳いでいる相手の、背中に飛び乗る、足を引っ張って水中に、引きずり込む、蹴りつけるなどの方法がある。もはや殺し合い。通常の攻撃よりも溺れさせた方が、HP をより多く減らせるため、いかに溺れさせるかがメインとなる。水中で相手に接触すると、組合になりボタン連打で、殴り合って互いの、空気、を、奪い合う。水中で殴り合うのはもちろんだが、水中から水面で回復中の、相手を引きずり込みに行く。それをタイミングよくジャンプして、水面に出てきたところを飛び乗って、締める。もしくは互いに水面にいて、ジャンプキックのタイミングを、ずらすなどといった駆け引きがある。妨害アイテムは、ピラニア、回避不能、のピラニアが数十秒ごとに、現れて噛みつき、一撃で、空気、が霊になるという超強力アイテム。補助アイテムは空気が減りにくくなる、オキシガム、水中での移動が速くなる、カッパの水かき、ビル越え棒幅跳び。ビルとビルの間を棒高跳びと、1話来るまで突破していくというとんでも競技。チームごとに行う。ビルの屋上の円に棒を、引っ掛けて、高く遠く飛ぶことで次の、ビルへと飛び移る。ロープが張ってあるビルもあり、その場合は手前に置いてある1話車に、乗ることで越えることができる。最重要能力は、素早さ、ハードル同様、方向キー右を連打して、最高速に加速するまでの、必要回数が高い方が、少ない。実は、守備力、も影響する、壁に、張り付いた時のダメージの受け法など、ので、この2つが高いキャラを起用するのが、ベスト。棒は一定時間 B ボタンを押し続けて離すことで飛ぶことができるが、離すタイミングが早すぎたり長すぎたりすると、ジャンプに失敗してしまうというタイミング重視のアクションであり、全競技の中でも連打要素が最も少ない。ただし、ビルに届きさえすればロープなしの地点を1話車で、またはロープありの地点を棒高跳びで飛んでもよい。ギリギリ届きそうな場合、HP を少し消費するが、円に捕まってよじ登ることもできる。これにより失敗を強引に、カバーできる。失敗して落ちると手持ちの、トランポリン、で戻ってくる。トランポリンには回数に限りがあり、アイテムで、増やせる。使い切った状態で落ちると、転落、隣仕業終了となる。転落すると HP を大量に消費した上でそれまでに飛び越えたビルの数、エリア、が記録となる。コース全体の大まかなレーダーが画面下部にあるものの、どのエリアに棒があるか、1話車があるかはわからない。すべて記憶しておかないと脱落は必至という初見殺しで、記憶力と反射神経が問われる競技となっている。アイテムは左方向へ移動できるようになる。バックスクロール、復帰回数が数値分増える。トランポリン1、トランポリン3、慣れればどのアイテムも不要となるため、メダルを節約しやすい競技となっている。はちゃめちゃ柔道。名前の通り、普通の柔道とは遠くかけ離れた何か。打撃技で攻撃する、組み合ってからの、連打などで相手の、気力、を、奪い、気力、がなくなったところで、組み付き使用する必殺技を、選び技をかけ、相手の、HP、を先に、ゼロにして KO した方が、勝ち。総合的な能力が求められる上に、各キャラの使用できる、必殺技、も、考慮に入れる必要がある。高校やローカルルールによっては、最もキャラ人選に悩む競技。打撃はパンチとキック、飛び蹴り、ショルダータックル。柔道というより、総合格闘技、である。それぞれ三組の関係になっており、パンチ、キックは飛び蹴りを打ち落とし、飛び蹴りはショルダータックルと、スクリューを止め、ショルダータックルはパンチ、キックに、打ち勝つ。これを利用しての読み合いが、基本となる。パンチ、キックの違いはパンチの、方が暇が小さく連射が、引くがリーチが短い。キックは逆にリーチが長いが、暇はやや大きく連射が、引
かない。両者が攻撃を出さずに、密着すると組合になり、ボタン連打で相手の、気力、を、奪う。一旦組みつかれても、気力、が、ゼロになるまでは十字ボタン後ろで、組合から逃れることもできる。気力、は攻撃を、していないと徐々に回復していく。むやみに攻撃を振り回すと、なかなか、気力、が回復しないため、時には逃げ回ることや様子を、見ることも必要。必殺技も、一本背負い、や、鼻毛、といった正統派の、柔道技に紛れて、ブリーカードロップ、パイルドライバー、といったプロレス技、火の玉スパイク、あの良い気ドロップ、等の、ド派手な技が多い。これらの技は選手ごとに、使用できる技が決められている。必殺技を選ぶのに時間を、かけすぎると逃げられてしまうほか、技の威力にも格差があるので、いかに冷静に素早く強力な技を、選択できるかが勝つ秘訣になっている。ちなみに新技や抑え込みは、ない。柔道としての投げの判定、や、一本勝ち、や、判定勝ち、も、存在しない。どちらかが起き上がれなくなるまで、行うデスマッチ。制限時間はあるため、時間切れの場合は HP が、多く残っている方が勝利。そのため元の HP が多いキャラクターがかなり有利になっている。この競技のみ、相手をダウンさせた際に一定の、確率でメダルが飛び出すようになっている。順位が近い相手の場合は生かさず殺さず、飛び蹴りでひたすらメダルを奪うことも、アイテムは気力の回復が、早くなる、気力スイスイ、気力満タン時に気力を、消費して飛び道具を打つ、波動拳、組み合った時に自動で高速連射してくれる、オート連射、タックルが高速前転する体当たりになる、スクリュー、の、4種。ノーマルモードでの最終競技ゆえか、スクリュー以外は要求されるメダルが、多いが、スクリュー自体もハメ技ができる強力なアイテムである。評価点。どのモードでも最後までプレイできるようになった。前作では HP プレイの、場合、1位から転落した時点で、即ゲームオーバーになる仕様だったが、本作の場合は最後まで、プレイできるので苦手な競技は、あえて捨てるといったこともできるようになった。練習モードの搭載。一つの競技をひたすら繰り返して、練習できる新設設計。本作の独特な操作や、競技コースを覚えるのには、最適。メダルのやりくりが楽しい。特典券、お金となっているほか、競技中にも手に入ることが、多いので、いかに手元に集めるかが肝になっている。攻術する問題があるため、完全ではないが、前作ではひたすらライバルや、武器を投げ続けることで無限に、点を稼ぐ穴があったのでこれに、対する対策にもなっている。ショップの追加により戦略性が、増した。弱いキャラでもアイテムで強化することで、弱点を補える。各競技の完成度は高い。操作性は良く、シリーズ特有のぶっ飛んだ演出も、そうまって爽快感が得られるようになっている。対戦プレイも一部に問題があるが、様々な駆け引きが存在する。問題点。パーティーゲームとしての盛り上がり不足。前作は4人が同時に、プレイすることで非常に熱いパーティーゲームだったが、今作は最大でも同時に、2人までとなるため2タイププレイヤーが、出ることになり、盛り上がりに欠ける。ハンマー投げゴルフ、や、ビルコエボー高飛び、では、CPU のみで競技するシーンを、延々と眺めていることも。その上、各競技はトーナメント形式の、勝ち抜き戦となっており、一度のプレイでは1選手しか、使えず、最大でも3回までしか、戦えない。前作である大運動会のように、特定の競技を、選手を変えながら9回連続でやりたい、というニーズには、答えられないのである。練習モードで対戦が、できない。一つの競技でプレイヤー同士が、対戦したければ、ショートモード、で目的の、競技を最初に選ぶしかないというややこしい仕様になっている。その上、FC 版だと各アイテムの、メダル数は固定のため、後半競技をいきなり選ぶと、初期メダル数では買えないアイテムが、多い。そのため買い物の幅も挟まってしまい純粋に、競技の腕を競えない。前作に比べると、それぞれの競技の操作が、完全に独立しており、やや癖が強い。
CPU 戦の難易度設定もなく、その上各競技を、そつなくこなすので、慣れないうちは対 CPU がかなりの、普通。キャラの個性が薄れた。勝ち抜き格闘、がなくなったため、キャラの固有の必殺技、が、なくなり、キャラの違いはパラメーターと、はちゃめちゃ柔道、の、必殺技のみとなっている。はちゃめちゃ柔道、の、技も、大半は別チームの他の、誰かと共有のため、その選手の絶対的な個性ではない。ただし、技そのものは好評。本作の国尾の主力技である、火の、玉スパイク、は、後年の 3DS、乱闘競争曲、でも、国尾の持ち技に採用されている。後にリリースされた、乱闘更新曲マッハ、でも、あの良いドロップ、バク転首ハサミ投げ、ゴージャスパンチ、など、多数の技が必殺技に、採用されている。前作よりややダイヤジなゲームバランスになっている。